冒険者殿、万神芝の討滅感謝する。君が英雄と呼ばれる真の理由を思い知ったよ。今回異端者が芝を召喚したことで、イシュガルドは初めて直接的に万神の脅威にさらされた。君たちの対応の速さに救われたが、討滅が遅れれば甚大な被害が出ていたことだろう。万神の脅威という意味では、乱神ガルーダの存在はどうだったのです？イクサル族はクルザスにも進出してきているはずだ。我ら神殿騎士団やフォルタン家の騎兵団など、前線に出る者の間ではイクサル撃つべしとの声は上がったよ。だが反して教皇庁は静観するという基本方針を固めた。グリダニアを敵視しているイクサル族よりも、二つの要塞を陥落させコートに迫る状況であるドラゴン族をより大きな脅威と認識したのだろう。そういった意味では、直接の危険が眼前に迫ったことで改めて万神の脅威を知ったのは、我々にとっても幸運だった。これまで死闘を繰り広げてきた君たちに失礼な物言いであることは理解している。どうか許してもらいたい。しかし肌で恐怖を感じぬ限り、人は考えを変えないもの。イシュガルドにとって万神芝の召喚は、万神について考え直す契機となるだろう。今回の例というわけではないが、今後も定期的にレブナンツトールに支援を続けることができるかもしれんぞ。アイメリク総長から教皇庁に直接掛け合っていただくことになったのでな。イシュガルドにもゆとりがあるわけではない。できる範囲で物資の提供を約束しよう。それはありがたい。開拓団の皆も喜びましょう。先立って依頼した条件については破棄してくれて構わない。いえ、源流ミドガルズオルムの監視はこのまま引き受けましょう。ドラゴン族が動き、クルザスが戦火に包まれれば、隣接するモーデナにも影響しかねないのでね。それはありがたい、感謝する。しかし引っかかる部分もある。本気で源流が生きていると考えているのですか？教皇庁内でも意見は割れている。私としても半信半疑だ。先の会談でも述べたように、あくまで万一の備えに過ぎない。万一の備え、なるほど、そういうことでしたか。源流の生死によらず、レブナンツトールの発展はイシュガルドにとって損にはならない。モーデナに残留する帝国軍をはじめ、クルザス南方からの脅威の盾に使える。アイメリク様は決して、私が教皇庁直属の神殿騎士団の総長の座に就いたのはここ最近になってからだ。生まれの身分で人生が左右されるイシュガルドにおいて、大貴族ではない私がこの職に就くことは極めて異例でね。相応の対価を支払うことになった。だがそれもこれもイシュガルドの改革のためと歯を食いしばってきたからこそ、名門貴族と教皇庁の聖職者たちがレブナンツトールを盾にせよと言うなら、私はそれを利用して君たちを支援するまでだ。それが政治というもの。イシュガルドは千年にわたるドラゴン族との戦いと第七霊災によって疲弊している。私は
異端者となる者が急増しているのも民の疲弊が原因の一つだと考えている。これはイシュガルドが抱える根源的な問題であり、扉を閉ざしていては改善は見込めない。イシュガルドを開国し、タトシと協力してこそ霊災復興、万神、帝国の脅威、そして異端問題に正面から取り組むことができる。そのためには教皇庁の改革が必要不可欠なのだ。我々の国は長い歴史を持つ。しかし若い世代には改革を望む者もいると君も覚えておいてほしい。私たちの思いは同じということか。承知した、アイメリク卿。エオルゼアのためにお互いに尽力してまいりましょう。理解を感謝する、アルフィノ殿。この思いに向けて私がここまでやってこれたのは、私個人の努力だけではなく、志を共にする多くの同胞がいてくれたからだ。今後のやり取りには彼女に出てもらうことも多くなるだろう。改めて紹介しよう。神殿騎士団コマンド、ルキアという。自分もアイメリク総長と思いは同じ。イシュガルド、いやエオルゼアの未来を案じている。貴公らと手を取り合うことで双方の思いを実現できると信じている。それに過去の争いにこだわっていては未来は見えないからな。ルキアについては私の命題と考えてくれていい。レブナンツトール開拓団への支援物資に関しても彼女が動いてくれている。イシュガルドの生まれではない異邦人だが、だからこそ信用できる存在だ。今後もよろしく頼みたい。そう、君たちに渡しておきたいものがある。オルシュファン卿。はっ、ここに。帝国軍の密偵についてここまで我々が調査していた情報だ。先にクリスタルブレイブから引き渡しを受けた商人を尋問し、得た情報も加えてある。情報の漏洩、物資の横流しの記録など、異端者とやり取りしていた証拠が一通り揃っている。そちらの調査にも有用だろう。どうか使ってほしい。これは感謝します、アイメリク卿。ガレマール帝国は我々の共通の敵だからね。この先も双方のいい関係が続くよう私も努めていくとしよう。
お帰りなさい。クルザスでは大変だったわね。ちょうどこれから情報を整理しようとしていたところなの。あなたからも状況を伝えてくれると嬉しいわ。ありがとう。ではみんなを呼びましょう。させるだなんて、完全に未知の現象ね。これまでどんな文献にもルイゾワ様が残した手記にもそのようなものは見当たらなかったわ。ただ状況から察するに、モーグリ族の王様と同様で公儀に解釈した蛮神と呼んでいいように思える。憑依型蛮神シヴァか。召喚者が意のままにその力を操れるのだとしたら、これまでの蛮神以上に危険な存在だ。イゼルって人、蛮神を生身の体に憑依させておいてそれでも無事だったんでしょ。なんか常人とは思えないね。彼女は本当に生身の人なのか、それとも蛮神を宿すに足る力が作られていたか。いずれにせよ、氷の巫女が成したる神下ろしは未知の手法によるものに違いありません。となれば闇の使徒アシエンの介在を疑うのが道理。ただあの時に観測したエーテルの流れはウリエンジェがよこしてくれていた資料と酷似していた。つまり手法はどうあれ、あんたらが戦ってきた蛮神と同じものってことさ。そこに謎を解く手がかりがありそうね。イダ、この後グリダニアに向かうぞ。伝承からの権限、禅王モグルモグ十二世についてもう一度調べてみよう。よし来た。私は氷の巫女の残した言葉も気になっているの。聞いて感じて考えて。あなたも聞いたことがあるはずよ、星の意志ハイデリンの言葉を。あなたからの話を聞く限り、彼女は超える力を持っている可能性が高いわ。おそらくハイデリンとも開口している。
いいえ、それだけじゃない。イゼルはあなたと同じ過去を見る能力を持っている。人とドラゴン族の争いの発端だという人が犯した罪、過去を見ることでそれを知ってしまった。だから蛮神を憑依させてまで何かをしようとしている。同じく氷の巫女の言葉、始まりを知る源流とはおそらく源流ミドガルズ・オルム。その源流ミドガルズ・オルムが指すのは銀類湖にそびえる木薬の塔。イシュガルドからの監視依頼と一致するなんて。木薬の塔についてはアルフィノからの連絡もあり、すでに監視体制の準備を進めています。ドマの方にも手伝ってもらう予定よ。憑依型蛮神シヴァ、氷の巫女の残した言葉、そして源流ミドガルズ・オルム、どれも解明にはしばらく時間がかかりそうね。